レッドベアードは、イギリス最初の戦術核兵器である。イギリス空軍のサンボルトボマー及びキャンベラ爆撃機の、他、イギリス海軍艦隊航空隊のバッカニア、シミターなどに搭載された。軍の作戦要求仕様1127に基づいて、開発され、1962年から1971年まで、配備されていた。レッドベアードは複合コアを使った。 分スとされない核分裂兵器であった。複合コアは、兵器級プルトニウムと兵器級、ウラン235を使用しており、10キロトン以上の威力を持つ、純プルトニウム爆弾の特徴である、早期核爆発の危険性を小さくすることがその、目的だった。それはまた核物質の無駄を減らすという利点をもたらした。この設計は、オーストラリアのマラリンガで行われた2回の、 バッファロー作戦で実証された。レッドベアードの設計思想はブルーダニューブと同様だったが、爆縮技術の革新によって全体的なサイズはかなり小さくなっていた。レッドベアードの長さは3.66メートル、直径は0.71メートル、重量はおよそ794キログラムだった。 15キロトンのマーク1と25キロトンのマーク2の2つのバージョンが生産され、さらに、マーク2には、高高度爆撃機から投下されるナンバーワンと、低空で運ばれトス爆撃方式で投下されるナンバー2の2種類があった。このトスボミング方式とは、肩越しに投下を行うもので、ラブスと呼ばれた。 レッドベアードのイギリス空軍及びイギリス海軍における故障は以下の通りである。レッドベアードの実際の重量はおよそ1750ポンドなので公式故障よりかなり軽い。この故障は当初の技術的な要求に基づいたものである。一世代前の核爆弾であるブルーダニューブからレッドベアードが進歩した重要なポイントは 爆弾の点火機構やレーダーコード進化にへの電力供給であった。ブルーダニューブは6ボルトの直流鉛蓄電池を使用していたが、信頼性が低く離陸の直前に設置する必要があった。さらにまた、漏れた電流が点火装置に流れ、予期せぬ爆発につながるという潜在的危険も存在していた。 レッドベアードは頭部に設置した2機のラムエアタービンを使っていたため爆弾投下の前にそこから電流が流れることはありえなかった空気取り入れ口は先端にあり排気は頭部の横にある排気口から行われた投下されるまではレッドベアードの暖気とレーダー新化の余熱のための電力は母機から得たブルーダニューブと同じく レッドベアードの直径28インチは12フィートという、全長から理想的とされるものより太いものだった。この不格好さを補正して、10日後の姿勢を速やかに安定させるために、レッドベアードは空気力学的な力で展開されるヒレを備えていた。それは母機に結びつけられた柵によって起動された。ブルーダニューブと同じく起爆装置は、10日後に気圧、 ゲートによって起動する一体のレーダー進感から構成されていた。気圧ゲートは自由落下の際、計算された爆発高度に達する最後の数秒にレーダー進感のスイッチが入ることを確実とした。この技術は対電子兵器によってレーダー進感が無効化される可能性を最小にした。また、バックアップの接続が設けられ、 不発の場合に爆弾が確実に破壊されるよう、新艦に触れるようになっていた。どの種類も、飛行中に武装を施すこと、すなわち各分裂コアの飛行中装填はできなかった。コアの装填は、地上で、離陸の前に行われたと称する。関西機は、準備が完了したレッドベアードを搭載したままの、着艦を禁じられており、その場合は、陸上基地に回された。 イギリス海軍はバッカニア開発の遅れに対する保険としてシービック船をレッドベアード搭載機として認可するよう要求したが結局核攻撃の役割は与えられなかった初期のモデルは特に北方海域における航空母艦の露天甲板でシミターに搭載されるケースなどの厳しい環境での使用が制限されていたマークには 極端な状況により耐えられるよう設計されており、それがマーク1との威力以外の主な相違となっていた。あまり知られていないことだが、低空からのトスボミングを行う際、爆撃機は、ほとんどの場合爆発高度より低いところにいる。したがって、実質的には、爆弾は投下されるのでなくて、弾道を描いて投げ上げられるのであり、それが、 所定の高度に達した時に爆発することになる。キャンベラと 3V ボマー部隊のためにイギリス空軍が備蓄したレッドベアードは合計110発に達した。そのうち48発は CENTO へのイギリスのコミットメントとしてキプロスに置かれ、別の48発はシア島へのコミットメントとしてシンガポールで備蓄された。残りはイギリスにあった。 イギリス海軍での備蓄は機密解除された文書アーカイブによれば35発が5隻の航空母艦と港湾の補給補修基地に分散配置されていたと思われる。航空母艦はそれぞれレッドベアード5発を収容できる空調された収納庫を持っていたと考えられている。レッドベアードというコードネームは1952年に付けられたがそれ以前は公文書では ジャベリンボムとして言及されている。それは、もともとは、厚翼のグロスタージャベリン全天候戦闘機を発展させた薄木翼ジャベリン爆撃機に搭載されるように考えられていたためである。ターゲットマーカー爆弾とも呼ばれたが、それはこの爆弾の性質を偽るための遠極表現で、それによって安全を危機にさらすことなく、その寸法や重さを航空機や、 その付属装置の設計者に知らせることが可能となった。レッドベアードは1970年代初期に Wee177 と交代した。パブリックレコードオフィス、ロンドン、エアーに 17,322E041、17 e、P01 当時のイギリスの用語では混合コアと言った。ありがとうございます。